皆さんこんにちは。今回は5月3日に行われた京都サンガ戦のスタッツを見ていきたいと思います。結果は1対1の引き分けでした。それでは早速チームスタッツから見ていきましょう。特に気になったのはシュート数ですね。こんなにシュートを打つことができるんだとびっくりしました。ただ枠内に飛んだシュートが悲しい結果に。やはり崩しきれず苦し紛れのシュートが多かったですね。あとはコーナーキック、これはかなり重傷ですね。私の記憶が正しければコーナーキックから味方が合わせたのは酒井選手のヘディングだけのような。流れの中からもなかなか点が取れない。セットプレーもチャンスにならない。今日はインチキマテウス砲が炸裂して得点が入りましたが、味方に合わせるボールは練習すべきですね。少し余談になりますが、先日優勝を決めたレアルマドリードとエスパニョールのスタッツです。4対0でマドリーの勝った試合です。気になったものだけですが、パス成功率の差、ボールロストの差。ちなみに首位のチームと14位のチームの試合です。下位のチームでも優勝チーム相手にパス成功率 89% ですよ。それなのにグランパスは。それでは個人スタッツに行きたいと思います。今回もランキング形式で発表していきます。残念ながら柿谷選手ですね。とにかくボールに絡む回数が少なく存在感がありませんでした。前半に謎の変態パスがありましたが、あれぐらいしか柿谷選手らしさが出た場面がありませんでした。早くジーニアスが戻ってくることに期待したいです。次は仙頭選手。もっとボールを触ってリズムを作っていく選手だと思いますが、やはりもっとボールに絡むべきです。同サイドの相馬選手があまり味方と連携していくプレーが得意ではないので、少し相性が良くないですね。次は相馬選手。先ほどの仙頭選手の時にも言いましたが、味方との連携があまり良くないですね。相馬選手のところで少しブレーキになることが多い。あとはセットプレー、あれだけ蹴って味方に合わないのはもうキッカーを変えるべきです。相馬選手だけの責任ではありませんが、もう少しセットプレーは考えるべきですね。特に今日は自らファールをもらってフリーキックになることが多かったので、それを活かせるようにしたいですね。あとはカウンターでマテウス選手から受けてボールを運んだシーン、もう少しアイディアが欲しいですね。あれだけ数的優位の状況であのような残念な結果になるとは。次はランゲラック選手。まずは150試合出場おめでとうございます。これからもグランパスのゴールを守り続けてください。今日の試合では特に目立つ場面がありませんでしたね。ただボールをキャッチした時には常にカウンターを狙う意識があり、すぐ味方につなげようとしていましたね。ただ味方があまりその意識がなかったのか、そこからカウンターになることはあまりありませんでした。次は藤井選手。前半はミスが多く失点に絡んでしまったということで少し印象が悪いですね。宇高選手を完全に開けてしまいました。ただ後半は持ち直しましたね。ドリブルで相手ペナルティーエリア付近まで運んでいくシーンも印象的でしたね。次節のマリノス戦では攻め込まれることが予想されるので、藤井選手の活躍は必須です。次は稲垣選手。今日は無理な体勢でシュートを打つ場面が目立ちましたね。もうちょっと落ち着いてプレーしてほしいですね。チーム状況が良くないので焦りが出ているという感じかな。去年のような気持ちよいミドルシュートを早く見たいです。次は丸山選手。今日は66分のカウンターのところで相馬選手を追い越して上がっていったところがとても印象的です。同じぐらいの位置にいた仙頭選手よりもいち早くダッシュしていました。あれは個人的にかなり好印象です。本来ならあの場面ディフェンスの選手なので周りの状況を確認しながら上がると思いますが、迷いなくダッシュしていました。何としても勝とうという意識の高さですね。次は中谷選手。前半の攻め上がりは良かったです。少し判断が遅れて相手の足に当たりコーナーキックになってしまいましたが、あのような場面が増えると相手もマークのズレも起こると思うので今後も増やしていきたいですね。守備では1失点しましたが、それ以外はそこまで危ないシーンもなかったので良かったですね。次はレオシルバ選手。今日はグランパスに移籍してから一番良かったのではないでしょうか。あと少しでゴールという場面もありましたね。ただ枠になんとか飛ばしてほしいですね。後半の最後の時間帯にあれだけドリブルしてシュートまで持っていけるのはさすがです。ですが危ないところでミスもあるので諸刃の剣って感じですかね。
レオシルバ選手を外せという意見が多いようですが、私は今のグランパスには必要な選手だと思っています。デュエルでも毎試合高い数字を残していますし、意外と体を張って守っていることが多いです。ただたまに軽い時もありますが。次は森下選手。ウイングバックという大変なポジションですが、毎試合頑張ってくれています。ミスも目立ちますが、失点につながらなければ問題ないです。その分決定機につながる場面もあるので、それが結果につながることを期待します。今日も64分の右サイドをドリブルで運んで、マテウス選手へファーへのグラウンダーのクロス、あれは見ていて素晴らしかったです。あのポジションでフル稼働は大変だと思いますが、怪我なく頑張ってほしいです。そして今回のマンオブザマッチはマテウス選手です。なんといってもインチキマテウス砲が炸裂。あれができるのはマテウス選手しかいないでしょう。去年までグランパスにいた山崎選手がキーパーの手前で邪魔してナイスアシストしてくれましたね。ゴールの他にもあのポジションでの動きに慣れてきたのか、裏への動き出しやもらい方も良くなってきましたね。今のグランパスにマテウス選手がいなくなったら大変なことになりますね。あとは少ない決定機を決めてくれればパーフェクトです。この試合では3万7000人の観衆の中、勝てなかったのは残念でしたが、ほんの少しだけ期待の持てる内容でした。ただファミリーが期待しているのは良い内容の試合ではなく勝つ試合です。リーグ優勝したシーズンも決して内容が良い試合が多かったわけではありません。トゥーリオ選手のような勝負強さの目立つ選手たちが負け試合を引き分けに、引き分けで終わりそうな試合を勝ち試合に、その積み重ねが優勝につながったのです。とにかく内容は良かったで終わらずに勝ってください。スタジアムまで見に行ったファミリーもやはり勝って帰る方がまた見に行こうと思えるので。それと気になったのがスローインからのボールロストが多すぎる。見ていてほとんど相手に取られてしまっています。投げる選手はもう少し丁寧に、足元に投げるのか頭に投げるのか、受ける選手がプレーしやすいように投げてください。受ける選手も動き出しがなさすぎるし、焦ってミスばかり、完全に相手にプレゼントしている状態です。ゴールキック、スローイン、コーナーキックは全て相手にボールを上げているので、これはなんとか改善してほしいです。それとフォワード獲得の噂がありますが、その前に久保選手の状況を放置しているのは何なんですか。間に合う可能性があるのか、今シーズンは間に合いそうにないのか、まだ結果待ちで状況がわからないのか、何にも説明がない状況が全く理解できません。はあ、ため息しか出ませんね。それでは次回は5月7日横浜 F マリノス戦です。勝ってくれることを願っています。チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。じゃあね。